クレイトン・アレン・ヘンズリーは、アメリカ合衆国テキサス州、トンボール出身のプロ野球選手。2002年の MLB ドラフト8巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受け、入団する。2003年1月13日にマット・ハージェストのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。2005年4月5日に禁止薬物のアナボリックステイロイドで陽性反応を示し、 15試合の出場停止処分を受ける。7月20日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。5点ビハインドの7回裏から2番手として登板し、2回を投げムアンダム失点1死球1奪三振だった。2008年12月12日に FA となった。2009年1月5日にヒューストンアストロズと契約。4月28日に解雇され、5月25日に フロリダ・マーリンズと契約したが、同年はメジャーには昇格できなかった。11月9日に FA となったが、12月14日にマーリンズと再契約した。2010年、マーリンズで2年ぶりとなるメジャー登板を果たす。2011年12月12日に FA となった。2012年1月26日にフルス・ジャイアンツと契約。 11月6日に FA となる。2013年2月11日、シンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。5月20日に解雇され、5月27日、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだが、6月11日に放出された。2014年1月21日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだが、3月20日に放出された。 ありがとうございます。